今日も新宿ですね。これから神田で打ち合わせで銀座。今日の一本エフェクターのファズクリア。全然わかんないなこれ。こんな感じ。神保町復活する男。普通だな。神田か。こんなところにあるんだね。からだから4、5、6、3時間近く結局。ああよかったな。もう同い年の社長さんなんですよね。まあ友人のね。いろいろな足りないことが見えてきましたけど、これを実際に。形にするのがね、難しいわけじゃないのかな。これから銀座店に行きます。夜7時なんですけど、もうちょっとで銀座終わるんで、うちの銀座のスタッフと箱根駅伝のスタート地点ですね。箱根駅伝のスタート地点ここで頼まれ物をしたんですけど、これかソングアウトエシレナチューですね。10時半で完売っていうことでした。こんな時間に来るのが間違ってるんでしょうね多分。これ11時半、雨が若干止んだ今日は。そうなんだよね、日本はこうやってみんなが頑張ってくれてるからいろんなことができるんですけどね。